Akira 9日率领 XL 防狼兄弟在台北举办单独演唱会，才休息两天就又开工啦。不过姐夫的声音好像有点消失了。ちょっとね、声が枯れてますけども、先日EXILE のね、ライブがありまして、ファンの皆さんがとてもね熱狂できて、それにお返ししようと思って地声でガンガン盛り上げてたら声がこんな感じになっちゃいました。而上周末的演唱会上才唱到第三首歌就出包，让姐夫笑说以后要买乖乖送给大家。不过老婆志玲姐姐却给他超大安慰，真的闪瞎大家了。ああいう状況になればなるほど燃えてきますよね。でライブっていうのはねやっぱりもう生ものですので、やっぱり、こう同じねそのステージっていうのは二度とないわけで、だから僕は今回ね本当に台湾ならではのスペシャルなステージが本当にお届けできたなと思いまして、本当にトラブルもね、自分たちのさらなるこうね、なんていうんだろうな、ステージアップの一つにつなげることができましたし、本当に思い出に残った最高のライブでしたね。EXILE トライブもう全グループにファイファイバーを全部配って、むしろ僕は各会場に自分が備えていきます。いやもうパーフェクトっていただきました。いやもう本当に感謝ですね。自分のねこう家族が応援してくれることほど本当にね心の支えになることはないので、本当に心強いですし、ね本当にまず僕自身がこういったね台湾の皆さんとたくさんねこうコミュニケーションを取らせていただけるきっかけっていうのも自分のね妻なくしては絶対にありえないので、本当にねこう感謝の気持ちもいっぱいですし、はい、まあ、それだけでなくそれ以上にねなんか自分たちのエンターテインメントを通して台湾の人たちに元気や勇気をお届けしていきたいなって思いでいっぱいです。当日感動したのがやっぱファンからのサプライズ、本当に感動してましたね、はい、本当に映像流れてる時裏で実は号泣してました。いい大人がね涙見せちゃ恥ずかしいんで、ステージパッと向いた時にはもう普通の顔してましたけど、実は号泣してました。